エレンが無茶しないか心配。 私は調査兵団団長、エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は 彼と共にウォール・マリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で自分の命を落としてもやるという者はこの場に残ってくれ。以上だ。 他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか？ 死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。 お前か。いざとなれば俺が。まだ死なないぞ。 体力つけないと。 できることは何でもしたいよ。 クリスタは死なせねえ。
私はエレンを守る。お前の意見はどうなんだ？ほう。やるぞ。なんだ、ガキンチョ。団長を信じよう。元気かよ。ミカサ、アルミ。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ、あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。おい、余計なこと言うなって。お前ら、ここにいるってことは調査兵になったのか？ってことは、憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン！まさかお前まで。今、なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、
そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。ちそんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。作戦は問題ない。油断は禁物だ。104機訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。ミカ、後続班の援護と誘導を頼む。やりまかった。どうやら旧市街地内に巨人が集まりだしたようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため、巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し、道の安全を確保すれば、より早く旧市街地を通過させられる。相手する。この大通りが使えれば、
後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。救援要請か。行くぞ。あんなの余裕だ。リケカ、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。狙い通り。捕らえた。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。完璧だろ。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ、巨人ども。進軍ルートを確保しなくては。行ってやろう。行けさ。ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。行ってやろう。お前センスがいいな。クソ、大通りは諦めるしかないな。後続班には迂回ルートを進んでもらう。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。あんなの余裕だ。行ってやろう。通りは危険だ。別の道を行け。了解しました。完璧だろ。道の安全は確保してある。このまま進め。助かった。ありがとうございます。調子はどうだい、リケ。まあまあ。
今回も役に立ってくれればいいが。巨人が出た時は援護頼むぜ。ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。合流してますね。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここを確保すれば豪族班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。これで皇族班もここを迂回しなくて済みそう。皇族班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。危険だ。別の道を行け。援護班のおかげで巨人との交戦を避けて市街地を抜けられそうだな。お前か、まだ元気そうだな。ご心配感謝します。行けます。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ。鍛えてどうにかなるもんじゃない。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。意外と手だれじゃないか。ルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。助かったぜ。先に平原の本体と合流してるからな。行ってやろう。完璧だろ。ありがとう。私は先に本体と合流している。あんなのどういうか。巨人が道を塞いでやがる。大丈夫だ、俺たちに任せておけ。もう次から次へと湧いてくるんだから。だがそれでこそ俺たちの腕の見せ所だろう。行ってやろう。
調子は悪くない。すごい動き、ついていかないと。に任せて進め。はい、お願いします。ならば無茶すんじゃねえぞ。ガスの残量は大丈夫か？大丈夫だ。ゲルガーこそ張り切りすぎて刃を使い切ったりするんじゃないよ。ありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。いずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。あんなの余裕だ。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体勢を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ、俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。こちらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開までに自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。
死ぬんじゃねえぞ。